コンで一番グロテスクなゲームの RTA、始まるよ。でも始める前に、日本に発売なので、ちょこっとだけ説明を。チラーはもともとアーケードのガンシューティングで、グロすぎて設置拒否が多発したらしい作品ですね。その後、任天堂に無許可でファミコンに移植。当然こんなものがチェック通るわけないからね。ゲームの内容は規定時間内に、目標撃破数を達成すれば OK、シンプルですね。なお今回はマキシ15パックに入っているチラーでプレイしています。チラーの他にもアイデアテックやサッチェン、カラードリームズなどの任天堂非公認ゲームが15個入ってるよ。おそらく非公認会社には許可取ってます。つまり任天堂非公認作者公認非公認カセットだね。それじゃ、始めるよ。各ステージでは20個のポイントを稼げばクリア。一面では画面下部のお手手が何度も打つことができるため、出てくるタイミングで連射していきます。突っ込んだら乳母車を押す影やさらし首などを打つ。あ、打ち漏らしましたね。でもグッドシューティング、これにて一面クリアー。ちなみにアーケードとは面が逆転してます。アーケードは今のが最終面ってことね。さあ2面の名前はホールウェイ、廊下って意味ですね。シンプル。中央を処理した後、左端の棺を打つのがいいと思います。基本はカーソルをほぼ動かさなくても連発できる場所をロックするのが最速ですね。なおこちら、ガンコンではなくコントローラでやってますが、処理が重いのかなかなか打てないんですよね。なので見た目以上に難しいというか理不尽です。やって確かめよう。ステージ3、グロくなってくるよ。ここは画面上部に仕掛けが多く楽しめますが、RTA では画面下部に集中。まず貼り付けられた人をこっぱみじんにして、その後右の人の体を裂きます。あとは上半身を跡形もなく吹き飛ばして、終わり。おえ。アーケードはもっとグロいです。生々しいグラフィック。次が最終ステージで、一番チラーを象徴するステージです。まずはギロチンで首カット、その後生首を破裂させていただきます。その下の万力をひねり、男性の頭を潰してスプラッタ。棺に入れられた彼女にも容赦なく射撃をしていきます。苦しいのは嫌なので、上から順番に潰していきましょう。ここボタンの反応の悪さがよく出てますね。落ちた首と、レンガ内の骨を破壊したら、最後は左の男性を楽にしてあげて。ここでタイマーストップ、記録は。おえー、嫌な気分です。完走した感想ですが、RTA としては結構やり直しただけあってまあまあ早いと思います。ゲームの感想としては、凄まじいですね。これがグロの頂点かという感じでした。非公認レトロゲーム好きとして、抑えておきたい作品だったので満足度は高いです。こんな作品もあるんだと思っていただけたなら幸い。なのかな?ではでは、これにて閉廷。最後までご視聴、ありがたいらのまさかど。